入口墓所、三中墓碑案内版鳥取藩主池家墓所は、鳥取県鳥取市国府町奥谷にある、鳥取藩主池岳一族の墓所、国の史跡に指定されている。元禄6年に、初代藩主、池田三中が墓し、稲葉国宝美群、奥谷村、稲葉国一宮境井梅神社の北隣に、寄贈されたことに始まる。三中より11代喜び。 坂までの墓がある。なお、最後の藩主である十二代、慶徳の墓は、玉霊園にある。また、市藩である鹿八藩、若狭藩藩主の墓も一部ここにある。墓所の造営とともに管理を行う施設として千、竹庵が設けられた。ここは後に、清源寺と改められ、池田や菩提寺公前寺の末寺となった。なお、 西元寺の寺号は二大藩士校清の宝号でもある。明治初期に廃寺となり、現在は芝生広場となっている。藩主の墓は亀市園等墓碑と呼ばれる。高さはおのおの約4.6メートルである。亀市とは亀の形をした、すなわち、台座のことで、中国では貴族以上の身分に許された墓碑、記念碑の台座である。 この大座は諸大名の母妃としては、ここ、鳥取藩主池田家のものが唯一である。ただし、二大藩主公清の母妃のみ、時の将軍であった徳川綱吉の将類やあれみの例に配慮しか飯がない。また、五大重官の四次で溶接した、おさむと、十一大将軍、家なりの十次男で八大聖機尾の養子師となって、板が溶接した、聖州の墓碑も、 同様に亀氏塩等墓碑となっている。三中の墓碑裏側には、漢文で鉱石が刻まれている。以後の藩主は銅板に鉱石が刻まれ墓碑のもとに埋められている。三中が没した、際の記録に、遺憾側帯の清掃で、木製座間に収められさらに石棺に収められ、木棺と石棺の間に石灰と木炭を詰め込み、防腐処理を施して埋葬された、とある。 以後の藩主も同様に埋葬されたと考えられている。各藩主の墓前には病門、霊病、回廊が築かれていたが、明治以降老朽化のために撤去され現在はない。八大正機日は当初江戸の降福寺に秘葬され、遺発のみが現在地に埋葬されていたが、大正12年に起こった関東大震災を機に昭和5年に現在地に改装された。この時、性質、 即室、子など藩主一族の墓も改装された。現在は藩主墓も含め78期の墓碑がある。鳥取池田家の特徴として、正室の墓碑には実家の縄文が刻印されている。また、八代正規美の養子師で溶接した青州の墓碑には将軍家の縄文が刻印されている。江戸時代の大名家の母性を知る上で貴重な資料として、 昭和56年10月13日に国の史跡に指定された。同年に史跡指定された大名墓所としては、和歌山県海南市の長宝寺和歌山藩主徳川家、墓所、山口県萩市の東光寺萩藩主、毛都市江墓所、北海道松前町の報道寺正木藩主、正木家墓所がある。これらは大名墓所として最初の史跡指定を受けている。 和田三神の墓、池田家墓所内には、初代鳥取藩主、池田三中から十一代藩主、池田経営の墓までを中心にして、L 字型の三道沿いに、歴代藩主の墓が並び、また、各藩主の墓の周囲にはその藩主の性質たちの、墓や鳥取藩の師藩である四日八津藩の藩主と、若狭藩の藩主までの墓が並んでいる。ありがとうございます。